ここで北海道科学大学のニュースをお伝えします伝えてくださいますのは地域連携広報課西一郎さんですお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします広報を担当している西と申します北海道科学大学のホームページにいつもニュースを更新しておりまして今日はその中から5本厳選してお伝えしたいと思います はい、お願いします今、えーと、画面に出てますけれどもこちら、北海道科学大学のホームページで、えー、もう開いていただいたらすぐのところに、えー、常にニュースここここっちですねこれだ、はい、ここにニュースを、えー、年間500本出してます、うんはいで。こちらにツイッターの窓もありますので、えー、こちらとこちらを見ていただければ大学のニュースは、えー、ほとんど確認できると思いますのでぜひご覧ください。はいはい 本日はこの中から5つご紹介しますまず学生に関するニュースを2つご紹介します一つ目は2020年度の夢プロジェクトの採択団体が決定しましたはい、夢プロジェクト,ェクトって何はい、というご質問があると思います夢プロジェクトというのは学生の活動を大学が支援するもので えー、学生たちが自分たちで、えー、考えるんですよね、えー、社会から認められることとか、うんえー、何か新しいアイデアを考えて大学に応募しますで、うん、採択されますと、えー、資金援助とか、えー、教員のサポートを受けながら活動することができますなるほどアイデアがあればサポートが受けられるそうですね、えー、地域の方を対象とした ものづくり教室とか健康増進のイベントとか、えー、ボランティア活動なんかが該当しますけれどもうん、うん、アイデア次第で、えー、いろんなことができると思いますので、えー、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください入学してからですね。はいでえー、今出ているのが今年の2020年度に採択された6つの、えー、チームプロジェクトになります。うんすね、はい 夢のあるプロジェクトが集まったわけだね。えー、そういうことです。これがまあ生たちというか、<laughs> まあ今年の六団体ということになります。はい、えー、すべて紹介したいところですが、えっ、ー、とこちらはあの近日中に先ほどの大学のニュースに、えー、出しますので、今日はこの中から一つだけ、えー、昨年度2019年度の最優秀プロジェクトになりました、はい、キューピッドについて少しご紹介させてください。はい。はい、キューピッドっいうのは。 えー、情報工学科の学生を中心に構成された11人のチームで、えー、ICT を利用した大学広報の手法をいくつも、えー、提案してくれました。はいはい。例えばこちらは、えー、大学内を 3D モデルで再現したバーチャルキャンパスですね。これさっきのあのねツアーで見た絵そのものだね。はい。なんか見た気がしますがこちらはすべ、えー、て CG ですね。実写じゃなくてコンピュータグラフィックスで。 うん、よくできている再現されてます。うん、さっき見ましたね。見たね,ねはい。<laughs> えー、しかもこちらは CG ですので、あ、これですね。まだあのできてない D 島ですね。さっき紹介ありましたけど、D 島ももう 3D では再現されていますそうか。図面があるから図面があるの作れるんだね。出れちゃいました。なるほどなるほど。はい。キュピッドはこの他にも大学祭で AR を活用したスタンプラリーとか謎解きイベント。 札幌駅前通り地下歩行空間で行われたノーマップスとかにも出展している。まあ、精力的なグループですーノーマップスにも出てんだね。はいえ、ちなみにノーマップスは今年もオンライン。今年はオンライン開催と聞いております。え、科学大学ではクラブ活動だけではなくて、こういった積極的な学生の活動も支援してます。素晴らしい。はい、では2つ目のニュースです。はい。 宇宙開発研究同好会のチームが総務大臣賞を受賞しましたこれはすごいなんかすごそう、はい、宇宙っていうのと総務大臣賞受賞だから、うん、これは起業家甲子園っていうイベントが実はありまして総務省と国立研究開発法人情報通信研究機構というところが主催して開催されてるんですがえ だ学生の代表チームラジオバッジっていうチームなんですが、はいえー、北海道代表として東京で行われた、えー、大会に、うんえー、出場しました。はい、で、そちらで、えー、最優秀賞を受賞したんですが、最優秀賞取ったの,の、はい？最優秀賞が、えー、総務大臣賞でした。そうなんだはい、すごいということでした。全国一議会ということです。すごい。はい、えー。で、何で受賞したかと言いますと。 こちらですねこれ,これで受賞したのこれで受受賞賞しししたたのここれれまわからんこれ私んこれ実物も見ましたが実際はまあ本当にこれぐらいの、はい、天の平に収まるぐらいなんですが盗聴、はいえー、波の検出と無線機器を特定するサービスということで盗聴、うん、電波をキャッチする仕組みだねと思われがちなんですけど盗聴器というのは実は年間40万個も、えー、売れている、まあ、かなり身近な 売れてるってことは私も学生に聞くまで知りませんでした <laughs> すごいなのでかなりあの、まあ、身近な脅威であるというこの盗聴波を、まあ、簡単に検出できますよっていう仕組みを開発したというふうに来、えー、てます。なるほどでこれをプレゼンテーションして最優秀賞に輝きました。うん で実はこの起業家甲子園というのは、えー、と予選北海道予選の後に一度シリコンバレーで研修してプレゼンテーション内容をブラッシュアップするっていう、えー、そういうタイミングがあるようなんですよね。で今写真出てますけれども実際にシリコンバレーで彼らは、えー、研修を受けて、まあ、内容をちょっとブラッシュアップしたと。<laughs> でこちらが全国大会のプレゼンテーションの様子です。あーすごい のであのー、まあ内容に磨きをかけて見事最優秀賞を受賞したということになります。すすで、もう一つのキーワードの、えー、宇宙開発研究同好会というキーワード、うん、同好会あんだね。そんな同好会があるんだね。あります。はい、で、えー、こちらのメンバーがえっ、ー、と例えばこのテイ山と朝日だけでこう通信の実験なんかを今、えー、行ってまして、これ積み重ねてどうなるかというと、実は2022年に人工衛星の打ち上げを 予定しているそうですすごい夢があるねはい、えー、アメリカから打ち上げる予定だそうですへーすごいだってこれだと今受験して入ってきてくれれば間に合うんじゃないのこれ、ね、同好会に入れですねもしあの宇宙とか興味ある方はぜひ同好会に参加してみてはいかがでしょうか、ね、立ち会えるってことだね打ち上げはいそうかそうか宇宙開発研究同好会はツイッターもありますのでもし興味ある方はフォローしてみてください はい、はい、あの代表はが君という学生なんですが、本当に、あのパワフルな学生で。はい。すごい素晴らしい学生でした。うん、興味ある。興味あるはい。はい。えー、続いては、えー、教員、先生方ですね。この研究のニュースを二つお伝えします。はい。えー、まずは、イノベーションジャパン2020道内最多の七県最多ということで。えー、道内最多っていうのは、大学の中で道内最多。そうですね。道内、えっ、ー、と、大学の中で道内最多です。うん。 でイノベーションジャパンとは何だということなんですが、えー、こちらは東京で行われる、えー、500件を超える大学等の研究成果が一堂に集結する国内最大規模の山岳というのは企業と大学ということですね。この出会いの場を作るイベントで、まあ、実際に写真を見てもらった方が多分わかると思うんですけれども。 これは去年の様子ですね。はいはい。はブースで先生方が研究についてご紹介して、うんえー、興味を持った企業さんとこう、えー、じゃあ一緒に研究しようかとか<ー>商品開発しようかというこういわゆるマッチングの場でしたと。はいはい。な,な,なんですが今年は残念ながらオンラインで開催。オンラインなのね。はい。でまあ残念ながらと言いましたけども、まあオンラインですのであの興味あるもし高校生の方とか保護者の方がいらっしゃればあのオンラインインターネット上で 見ることができますので、ああ逆に行かなくても見れるもんね、はい。イノベーションジャパンで検索していただければ、あのインターネットでご覧いただくことができると思います。はいはい。はい、で、えー、今年の採択になったテーマですね。こちらです。うん、難しい。はい、ちょっとね難しい言葉並んでますので、えー、こちら詳細は本学の先ほどのニューストピックスに出てますので、えー、ご興味あるテーマあればぜひご覧いただきたいんですけれども、今日は。 ちょっとね時間も限られてますので、こちらの、えー、理学療法学科の先生と機器装具学科の先生が、えー、共同で開発した足部エネルギー蓄積型単足装具と歩行評価システムの開発というのを少しだけご紹介させてください。難しい,難しいですね <laughs>、えー。こちらが実際に開発された、えー、装具です。うん。ちょっと拡大してみます。ほう。はい。こちらの足の部分にこうバネのような。 構造が施されてまして、はい、これがぎしそえっ、ーえー、と装具で難しいとされてた蹴り出しのサポート、うん、人がこう歩くときにまあ実は地面を切り出しているんですがこの力をサポートするというここが画期的な機能だとうう歩きやすいんだねじゃはい、うん、こちらを、えー、イノベーションジャパンで実際に、えー、より詳しく説明するようですなるほどはいでこちらがえっ、ー、とまあ実際の 装具が役立つものかどうかというのを科学的に分析する部屋がありますので少ししご紹介します、はい、こちらは先ほどの映像にも少し映ってましたがシートという建物の1階にある身体運動機能評価室という部屋でモーションキャプチャーって皆さんご存知でしょうかねこのカメラが上についてまして、うん、人の動きをですね実際に分析する仕組みなんですがこの大学にある仕組みがまあ国内最大級の規模 の施設が大学にあります、うん、はいはいでいろんな角度から、ね、撮るう,、ね、そうですね、カメラでね。で下の重心、ですねどれだけこう下に荷重がかかっているかというのを同時分析して、まあ、さっきみたいな作った装具が実際に役立つかというのを分析するような仕組みもあります。うんはいで、えー、と繰り返しになりますが、先ほどのイノベーションジャパン、今年9月28日から11月30日にインターネット上で、えー、公開されますので、もし興味ある方は見てみてくださいはい。 はい。あ、そうですね。この部屋は、ね。そうでした。あの、分析に情報工学の先生が関わってますので。情報工学、理学療法、技師総合の、まあ、連携研究というふうに言える。かと思います。うん、技師総合学科も珍しいですからね。あ、そうですね、うんまあ。ちょうど裏でチャンネルやってますけれども、もしよろしければ、アーカイブでご覧ください。うん、ぜひぜひ。はい。はい。はい、では、えー 教員の研究もう一つですね、はいえー、企業との研究開発 IoT ソリューションマネキーが今年の5月に発売されたというマネキ割とホットなニュースですねマネキー、はい、マネキ猫になってるよそうですねマネキ猫のアイコンが載ってます <laughs> こちらメディアデザイン学科の三田村先生が、えー、株式会社インディティールという会社との共同開発で、えー、から派生した IoT ソリューションでちょっと難しい言葉並んでますけれども、えー、下に写真出てますが えー、宿泊施設ですねホテルとかの施設のですね、はい、予約から、えー、チェックイン本人確認等をべて AI によって、えー、やってしまおうという,う、はい、そういう、えー、機能になってまして人がいいいらないんだねはもともと観光業界って人手不足だということで開発を進めてたんですがあの今回のコロナウイルスの感染拡大の影響で、えー、この非対面ですね合わないニーズが 急激に増加したおかげで、えー、一気に開発販売までつながったとあなるほど,なるほど必要になっちゃったんだね。そうなんです、はいでえー、こちら先ほどのインディティールという会社そして田園という会社との3社共同なんですが一番左の会社ちなみに、えー、代表取締役社長が本学の卒業生が実は務めていてそういったご縁もあって開発が進んだということで、うんえー、聞いております。 はい、ちなみに三田村先生はこの AI 部分というのを担当したということでしたなるほどこのように科学大学では地域との企業との連携も大切に進めていいいきますはそれでは最後のニュースでこちらかなり最新の情報なんですがえっとネットオープンキャンパス開催してますけれどもやはりどうしても大学の施設実際に見たいなとか講義受けたいなという方いらっしゃると思います。はい えー、ミニオープンキャンパスの開催が決定しました。ほう、はい。どんなもの、はい。ミニオープンキャンパスを9月5日、6日、12日に、えー、開催することになりました。ああ<ー>、はい、来場できるってことですか。こう大学に来れるの？はい。大学に来れます。うん、はい。<laughs> そういうことね。はい。ただし、えー、感染拡大を防ぐため、えー、席数を少し限らせていただきます。 席数に限りがあるため、えー、申し込みは先着順とさせていただきます、うん、で、えー、申し込みについては、ね、明日8月24日月曜日の2時から、えー、開始予定でございますはいどこ見ればいいのかなはい、えー、日付ごとの対象学科と詳細は本学ホームページ,、ね、ーページツイッターラインですね先ほどご紹介もありましたが、えー、こちらの3つで、えー、14時からすべて公開させていただきますので、えー 大学に行きたいぞという方はぜひご覧ください。なるほど、まあね、ちょっと少ない人数かもしれないですけどね。そうです、ね。まあこのなで。はい、制限してしまいますが、もし都合が合う方はぜひキャンパスにお越しください。はい、ね、はい。はい、ありがとうございました。はい。はい。五つ,つニュースご紹介いただきましたけれども、いはい。じゃあ最後にあの受験生の皆さんにメッセージをはい、いただいてもよろしいですか。はい。 えっと思います大学のコロナウイルスに対しての対策も全て大学のホームページに掲載しておりますので心配なことがあればそこをご覧になって安心して受験お及び入学をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。